皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年6月の7日水曜日でございます。気温は24度といったところでございましょうか。いや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 、暑さが増してきましたね。梅雨はどうなっちゃったんですか。梅雨はもう一回来るんですか。もう一回、もう一回というか、先日までの大雨はあれは台風の影響です。梅雨はこれからが本番です。その辺も実は分かっていなくて本当にすみません。そして僕今日ちょっと調子が悪いんです。調子があまりに悪すぎて一回声まで出なくなっちゃったんですよ。それなので、今日はどうか突っかえても、何か言葉が詰まってもお許しいただけますと幸いです。はあ、そしてそうですよ、昨日の放送全く反響がございませんでしたから、地獄の無反響。はい、あんなにもう30分近くもお話ししておいて、それで全くのノーコメントってどういうことですか。もうもうそこはもう大問題だと思いますよ。その大問題だというのは僕自身が問題だということでございます。そうなんですよね、僕がうまく喋ることができなかったからそのせいだと思います。でもでも、はい、もうもうもし昨日のことでその後の展開などございましたならば、こちらの宛先までお便りいただけますと嬉しいです。そうです、僕はとっても心配しております。そしてもちろん応援もしております。ですからその後のことをぜひともと願わせていただきたいのでございました。じゃあじゃあ、昨日とは打って変わっての平常運行な本日の引きこもりスアワー行かせていただきましょうかね。行きますよ。じゃあじゃあ、はい、僕の昨日の夕飯は赤ラーメンの海苔味噌汁風味でございます。はい、そうなんですよ、わかめラーメンに海苔のお味噌汁、これを混ぜ混ぜしたものでございます。こちら、はい、こうでございます、こうでございます。そもそもわかめと海苔、これが合わないわけがないじゃございませんか。ですので、もうもう絶対に美味しいっていうのが分かってるんですよね。はい、とのことでして、美味しくは食べることができましたが、できましたが、あまりにも合いすぎて、はい、海苔とわかめが、それが合いすぎまして、もうもう海苔がどこかに行っちゃったよぐらい海苔の風味を感じませんでした。食感も、もうもう全部がわかめになっちゃってまして、とのことでして、海苔を味わいたい場合にはわかめと混ぜちゃダメっていうことでございましょうかね。そこはちょっと学習しましたよ。はい、あまりにも合いすぎるのも問題かなっていう風に。そしてやっぱりリスはいつも氷入れるけど、氷入れるのちょっと気になるよっていう方がいらっしゃるかと思います。やっぱり僕熱々は本当に苦手なんですよ。猫舌はもうお許しくださいませ。氷をどうか入れさせてくださいませ。じゃないと僕は食べられませんということでして、氷だけは入れさせてください。もしくはものすごい待ち時間、はい、カップ麺の1時間待ち、これをやらせてください。よろしくお願いいたします。熱々は苦手なんです。熱々は、はい、もうもうその
これからのその夏の暑さも苦手ですけれども、食べ物の暑さも苦手なのでございましたとのことでして、どうでした？美味しそうでした？ちゃんと真似してくださいます？氷まで真似してくださいます？ちゃんとやってくださいね。たまにはたまにはでいいですから。じゃあ行きますよ、本日のお便りに。じゃあお便りに行かせていただきます。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りお待たせしちゃいましたから、昨日も取り上げてってサンピアさんからの心の声が届きそうでしたから、はい、そうですね、昨日は僕の一言にしちゃいまして、本当にお待たせしてしまいました。もうはい、ちゃんとサンピアさんからたくさんいただいておりますので、一つ一つはい丁寧に取り上げさせていただきたいと思います。じゃあ本日のお一言拝見しちゃいますよ。もう今日はサクサクっといきますからね。サクサクっと、昨日が長かった分しっかりとサクサクっと、じゃあいきますね。じゃん、わー、これはちょっと怖いのは、僕がまるでそれやってそうやって調理されちゃうっていうようなインパクトを受けたからでございます。はい、そうなんですよ。あのある調理方法の語尾に僕がついております。それによってまるでそうやって調理される僕みたいな感じなのでございますよ。どうなんでしょうかね。そしてそのじゃあ調理方法、もうちょっとこれを詳しくお伝えしますね。お伝えしますと、そうですね、熱々の油で揚げたようなことでございます。はい、そうなんです。熱々の油で揚げる調理方法といえば、そしてちょっとそうですね、ちょっと和風かなっていう感じです。和風で熱々の油で揚げるとなりますと、さあ、そうですよ、もうだいぶこれでお分かりになられたのではございませんか。そう思いますので、じゃあそうですね、やっぱりこういうお一言をいただいて、僕が思ったのは、これは一番されたくない調理方法かなっていうようなことでございます。さっきも言いましたが、僕は猫舌で熱々が超絶苦手なのでございますよ。超絶苦手なのに加えたことによって、それがまさかの僕の熱々調理方法でされちゃいましたならば、もう地獄でしかございません。はい、どうせ食べられるにせよ、もうちょっともう噛んじゃってすみませんね。でももう今日はこのまま行かせていただきますよ。もう20回以上は NG 出てます。正直今日はそれほど調子が良くないです。はい、それほどなんか口が回らないんですよね。ですからもうこれぐらいではどうかお許しくださいませ。ですので、もう早々に行きましょうか。はい、行きましょうかね。それとももうちょっとコメント必要ですか。そうなんです、何か言いかけてましたよね。僕一番苦手な調理方法と言ったようなことを言っていたような気がいたします。そうなんです、
するのもそうなんですよね。考えてみましたら、これは僕この調理方法でお料理したことがございません。だって怖いじゃないですか。そのなんていうんですか、油をひっくり返したら怖いですし、はい、そしてなんかやけどしそうで怖いですし、なんかもう全体的に怖いんですよ。そしてその残った油はどうやって処理すればいいんですか。そこも謎ですし、もうですしですしですよ。ですしですしですから、僕はこの調理方法は今後もしないと思います。はい、とのことでして、もうお分かりになられたと思いまして、いきましょうか。はい、和風ですよ、和風。果たして和風っていうのもちょっと怪しいですけれどもね。僕の言っているのはなんとなくなイメージです。本当にただただイメージです。ですから、なんかそうですね、皆様気になることございましたら、お気軽に僕までお便りくださいませ。最近お便り少ないかなって思っちゃってます。まあまあ、でもそうですね、昨日はご新規さんで、はい、いただきましたしね。はい、もうですから、皆様ももしもまだお便りくださってない方いらっしゃいましたならば、はい、勇気を出してぜひともよろしくお願いいたします。はい、お気軽に。じゃあ行きますね。本日のお一言、サンピアさんよりのお一言、それでは行きます。サンピアさんよりの一言、どうぞ。天ぷらリス。